おはようございます。今日はですね、クリスマスのデザートも一通り終わりましたので、リクエストにお答えしてミスカディーヌを作ってみました。このミスカディーヌなんですが、作り方はトリュフと大体同じです。ただですね、この中のガナッシュが少し緩いので成形するのは少し難しいです。その辺も注意して作っていただければなと思います。それでは材料です。それでは、材料の説明です。ミルクチョコレート、こちらカカオ分 30% のものを使っております。まあ手に入る 30% 前後のミルクチョコレートで大丈夫です。アーモンドのプラリネ、以前にノアゼットのプラリネの動画を上げてますので、そちらで作り方を参考にしてください。ノアゼットの部分をアーモンドに置き換えるだけで大丈夫です。もちろん市販のものでも大丈夫です。生クリーム、脂肪分 30% のものを使っております。こちらも 30% 前後の手に入る生クリームで大丈夫です。オレンジ、これは絞ってジュースだけ使います。そして最後にグランマニエ、こちらもオレンジ系のリキュールでしたら大丈夫です。コアントローなど手に入るもので大丈夫です。それと今回動画の初めの方でおすすめのチョコレートのテンパリングの仕方を紹介させていただきます。簡単な方法なんでぜひ参考にしてください。それではチョコレートのテンパリングを取っていきたいと思います。今日使うのはミルクチョコレートです。温度帯なんですけども、メーカーさんによって温度帯が違うんですが、ネットによりますと森永さんの方ではミルクチョコレート40度から45度と表記があります。ですので今回はその中間で43度まで温度を上げていこうと思います。まず最初に溶かしやすいようにチョコレートを刻んでいきます。湯煎を使ってチョコレートを溶かしていきます。なるべく火に直接当たらないように、こういったセルクルなどをかましてチョコレートが焦げつかないように注意してください。もちろん電子レンジなどを使って溶かしても大丈夫です。ただ温度が上がりすぎますとミルクチョコレート、ホワイトチョコレートなどは焦げやすいので注意してください。それでは43度まで温度を上げていきます。でミルクチョコレートやホワイトチョコレートはすごく不安定ですので、一回テンパリングの作業をしたチョコレートはなるべく次は使わないようにしてください。使っても大丈夫なんですけども、不安定なんでとても作業が難しいと思います。はい、43度ですね。ここからこれを26度まで温度を下げていきます。今回はラップを使って温度を下げていきます。ここに溶かしたチョコレートを入れて、大体3分の2ぐらいですかね。これをしっかり温度を下げていきます。体温が36度ですので、だいたい冷たいなと思うぐらいで30度前後になります。それぐらいまでこうやってしっかりと温度を取ってあげます。冷えたものをこちらの冷ましない方に移します。
これで27度です。ここで一回テストしてみます。テストの仕方なんですが、こういったパレットなどを使って固まった時に白いブルームが出ないかを見て、テンパリングが正しく行われているかどうかをチェックします。もしこういったものがなければ包丁などで大丈夫ですので試してみてください。でこのようにチョコレートが固まってきましたね。で、このままですと作業がしづらいので一度30度まで温度を上げていきます。チョコレートはですね、温度がとても上がりやすいのでお湯につけたり離したりしながら目標の温度まで温度を上げていきます。そして30度まで温度が上がりました。この温度帯で作業をしていきたいと思います。まあ、チョコレートのテンパリングなんですけども、慣れたらそんなに難しいことじゃないので、ぜひ挑戦してみてください。それでは行きましょう。Thank you.
Yeah.